はい、また一冊の方をご紹介します。今日は鈴木貴博さんという方が書かれました、戦略思考トレーニングという本ですね。で、これは一冊、全部で3冊、私は読みましたね。今3冊出てるんですかね。シリーズもので1論理力、2直感力、3柔軟発想力というタイトルがついてますけども、シリーズ12万部ということで、大変ベストセラーになっている本ですね。で、タイトルの通り戦略思考トレーニングということで、いろいろな問題がね、図解と一緒に載ってまして、私のような、どっちかというと左脳型、左の脳、左脳型の人間にとってはですね、右脳型の発想というのがなかなかなくてですね、訓練が必要だと思っていたんですけれども、こういった本を読んでですね、少しでもそういった発想力、右脳型の発想力というかですね、そういったものを身につけたいなと思って読んでみました。